者の選択リーダーズ、本日お招きしておりますゲストは株式会社セールスフォース .com 代表取締役社長の宇田栄治さんです。先ほどからお話を伺いますと、やっぱり御社の場合にはお客様の利益っていうのを非常に考えてらっしゃる会社だっていうふうに感じたんですけど、いかがでしょうか。いやもうそれはもう最大で、私ども の, あのサービスのもう一つの特徴は、はい、1回で売り切りではなくて毎月毎月こうお客さんが使った分だけ払っていただいているモデルなんですね、はい、今までの IT っていうのは例えば5年分一括で払ってもらって、うん、お客さんはリースで毎月払うと、はい、でも営業的には次のやつ売らなきゃいけないみたいなことなんですが、我々の場合はもう継続してお客さんに使い続けていただくっていうことが一番大事なわけです、うんはい、でもその結果まあ年率、まあ、平均成長で 30% 以上ずっとこう維持できているわけなんですが、うんはい、その最大の理由はお客様が成功し続けることによって継続して使い続けられる、はいまあ、そういったところなんですね。やっぱりお客様儲からないとこちらも儲からないという、間違いなくそうですね。そういうことですね、はいまあ、あともう一つ私なんかがこうこの会社が成長できた理由というのは、はい、お客さんが成功しますと、はい結構メディアの方がそれをこう取材されてそれが事例としてこう広まっていったんですね、ですからもちろん広告宣伝も多少やりましたけども、はい、むしろやっぱりその成功事例 の, その口コミ、はい、これが非常に大きかったかなと思いますね。でその上で何かこう大切にしてらっしゃる企業文化といいますか、はいはい、そういうものはございますか。まあ当社には 1% ポリシーとなりまして、はい時間株式製品、はい、それぞれの 1% を社会に貢献する、うん、社会に還元すると、はあまあ、そういった、ポリシーを、創業時代から、はい作っております、はあ、で実践しております。私も含めて、はい、年間 の, ワーク就労時間の 1% を何らかの形で社会貢献活動をやってくださいとか、うん、あとは株式の 1% をですね、はい、そういう基金に寄付して、はい、それでそのいろんな方々へ の, その支援にしたりとか、うん、当然震災の時の寄付なんかも、うんまあ、当然全社を挙げてやりましたし、はいまあ、そういうような方針ですね。時間というのはなかなか難しいですよ ね, すね 1% って言いますと、相当な時間になりますね、まあ、そうですね、実際、まあ、総数にして、昨年で多分10万時間ぐらい全社員ですと10万時間ぐらいこう何らかの形でボランティア活動をやったと、まあ、そんなような形になったと思いますね。これはこう社会貢献というんですけど一つの新しい形です ね, そうですね。あと社会貢献もですね、まあ、単に寄付とかそういう形だけではなくって、例えば自分のところの製品をこう NPO 団体とか、まあ、そういった方々に無料で提供して、でそれをさらにどうやって使うかっていうアドバイス、通常ですとそこは有料なんですけども、そこを無料で社員のボランティア活動の一環ということで提供して、でいろんな NPO なんかが活躍できると、まあ、そういったケースもいっぱいありますね。さあそして2つ目のキーワードが、はい、カスタマーカンパニーという、はいまあ、顧客主義ってよく言われるんですけど、ね、はいそうですね、はどういう、はいまあ、日本人からすれば、はいまあ、お客様志向っていう言葉で、これはもう何十年も前から言われてますから、決して新しくはないんですが、多分欧米ではやっぱりちょっと新鮮なんだろうと思うんですね、はい、それまでやっぱりこう企業が自分の販売戦略だとか製品戦略だとか、そういうようなこうまあ自分が中心になってこう戦略を打ち出していくっていうのが欧米の企業、まあいうの中からそのカスタマーカンパニーって言って、お客様の声をお客様を志向でってこう言ってるわけで、まあアメリカ人とかヨーロッパではこう新鮮でも、僕からするとまあある種当たり前かなと。実は日本人が見ると当たり前のように感じるんですね。ただですね、ちょっと変わってきたことがあるのは、皆さんがよくご存じの通り、このソーシャルネットワークサービス、はい、これがものすごく広がりましたから、実はその企業が一方的に発信するだけではなくて、お客さんが発信できるようになったんですね。そうするとですね、重要なことはですね、よくブランディングっていうじゃないですか、はい、ブランディングってのは会社とか商品をどんだけ知ってもらってるかっていうものなんですが、最近ものすごく重要になってきたのはリピテーション、評判、はいはい、こっちなんですね、はい、つまりブランディングっていうのは、例えば一つの例で言うと0から100ってあって、
誰も知らないからみんな知ってるっていう、うん、それに対してリピテーションっていうのは大好きから大嫌いまであるわけです、うん、だから100からマイナス100があるわけですよ、はい、だからこの中でいかにそのマイナスを減らし、プラスを増やすかっていうことがものすごく大事になってきた、そういう意味ではあの世の中のこう社会インフラがどんどん変わってきて、消費者の行動も変わってきてますから、そうするとそれに対して企業が本当にこう対応しなきゃいけなくなった時代になると、そういうことだと思うんですね。それを我々はカスタマーカンパニーって言い方してますね、はい、ということで今回はですね、ここでセールスフォースのビジョン、あのカスタマーカンパニーを象徴する導入事例をご覧ください。神奈川県秦野市鶴巻温泉の老舗旅館陣屋、4代目を継承する宮崎さんは、お客様との接点を強化する目的でセールスフォースのクラウドサービスを導入した。顧客管理の部分とか、あの基本的なベースがあるので、まあ、それを使いながらこう何ですかね、クリックベースですね、あのプログラムを書かなくてもこの設定でどんどん使えていっちゃう、もうすぐに立ち上がるというところですね。もう実際そのセールスフォースのライセンスを購入して使い始めて、もう1週間ぐらいでまずちょっとこうベースの形ができて、ちょっと使い始めれたんですね、まあ、それがすごいなと。この館内1万坪あるんですけれども、いろんなところでみんなスタッフが仕事しているんですが、館内に散ってしまったスタッフにこの情報、お客様の情報を伝えるには内線電話をかけたり、走って伝言したり、もうそういったことで結局伝言ゲームで情報が正しく伝わっていなかったり、そういうことの繰り返しがすごくもどかしいというか、なんとかしたいなというのはありましたし、前はあの手の台帳、書く台帳だったので、マウスで選べばできるように入力できるようになってますので、まあ、できない人でも簡単かなとは思いますけど、今ここにあのフロントスタッフからがありますけれども、8年ほど前に連泊されたことのあるリピーターの方です、お肉があまりお好みではありませんというような投稿がここに入ってきています。お客様の好みとかもこうよく書かれてますので、お客様がこうアレルギーであるとかそういうことがもうすぐ情報が早く入ってきますので分かりやすいですね、そういう面では。あの前回はあのご兄弟でお見えいただいた、で今日はあのお友達を連れてきてくださった、そこであの例えば半年前にいらしていただいた時何を召し上がりいただきましたよねっていう会話ができるだけで全然打ち解け具合が違うんですね。まあ、初めはもう本当どうやってやるのか、どうやってログインするのかぐらいから分からなくて、まあ、やり始めたらもうすごいこれ優れもののツールで、はい、例えば会場をセッティングする場合とか、あこれは5名で1席でやるんだな、でそれが終わった後は明日はこれは6名で、座卓で入るんだなとかいうのがすぐここで分かるんで、裏方の仕事をなるべく減らしてお客様と接する時間とかお客様の会話をする時間にこう向けたいっていうのがもともとの趣旨でしたので、まあ、それがすごいできたといいますか、あのそこが大きいところですかね。お客様の情報があの一目見て iPad を持っているので分かるようになりましたね。はい、ここに持ってます、ここか、ここにいつも持ってるんで、やはりお客様に何か尋ねられててここから出すとお客様うおーってすごいねみたいな、あの先日はこれでお客様のお写真を撮ってお客様に送って差し上げたり、あの記念にあのできるのですごいあの楽しいですね、はい。この中にですね、SNS をまたうまく利用しているというところも新しいですね。そうですね。うん、まさにあの世の中の社会インフラが変わってきて、はい、お客さんが自分 の, その商品に対する、製品に対する、あるいはサービスに対する感想をこうどんどん発信できるようになったんですね。当然企業はそこにやっぱり目を向けないと、はい、あの場合によってはとんでもなく売上に影響する場合もあり得るわけです。うんうん、はい、そうするとそれをキャッチして早く対応するとですね、実はネガティブなコメントがポジティブに変わるときもあるんですね。非常に重要なことですね。それと我々があの嬉しいのはやっぱりこう旅館、老舗旅館ですよね、あと他にも老舗の料亭とかですね、まあおよそ IT から程遠いかなっていう印象の会社、まああるいはその事業をやってるところが
結構うまく使われて、はい、でこう効果を発揮されていると、はい、まあ、そういうのもやっぱり我々のカスタマーサクセスが、一番嬉しいわけですね。他にはどんな業界で導入されているんですかね。トヨタさんとの、はい、提携だとか、はいはい、車っていうのは走る情報端末に変貌しつつあります。走る、曲がる、止まるという車の従来の機能に加えてつながる、そのつながるプラットフォームの基盤となるのがトヨタフレンド、ユーザーと車をつなぐソーシャルネットワークなんです。最大の特徴は車自身がですねつぶやくという、これまで人と人との間にあったソーシャルネットワークの中にですね車自身が参加していく、政府、地方省庁、あるいは超大企業、はい、グローバル企業かと思えば小さなお客様、はい、どちらも全く差別なくご提供しております。あ、我々社内で英語で言いますとデモクラタイゼーション、英語でデモクラタイゼーションって民主化っていう、はい、その IT の民主化って言い方するんですが、はい、本当に小さな会社あるいは地方の企業でも、はい、ネットワークを通じてサービスを受けられますし、うん、かつ電話ででも画面を見ながらやり取りとかできますから、はい、実際九州の田舎の牧場が、はい、当社のユーザーだったりもするんですよ。そうなんですか。そうです。基本的にうちは頭数が多くてですね、牛一頭一頭の個体の情報であったりとか、この牛が今どんな状態であったりとかいうのをなかなか一元管理できるソフトっていうのは売ってもいなかったですし、自分たちでも開発することができませんでした。セールスフォースの導入によって牛の年齢であったり牛の種類によって餌の種類が違ったりしますので、餌の量からそれから原材料の仕入れだったり計画的に前倒しに進めることができてますので、中小企業としてはやはりそのコスト点からですね、非常にこの導入しやすいというふうなことがあるんですね。そうですね、導入しやすいというのはこうコスト面だけではなくて、はい、やっぱりスピードがものすごい重要ですよね。結局何かやりたいと思ったことがなかなかできないと、はい、結局たとえ安くても意味がないわけですよね、はい、大事なのは何かというと、はい、投資した金額よりも、はい、その返ってくるリターンの方が重要なわけで、はい、効果の方が、はい、効果っていうのは時間とともに薄れていくんですよ。ですから早く実現できるっていうのはものすごい重要なことですね。でそういうソフトの場合にはあれですか、そのどうやってあれですか、お客様から要望があってお作りになるんですか。実は作るというカスタムメイドというよりも我々はもう今すでに全世界で20万社以上お使いになっていただいて、はい、多分その1社たりとも同じものではないんですね。で、我々のそのサービスがすでにこうベースができていましてね、その上でお客様がこういうふうにビジネスをこういうふうに使いたいんだ、こういうふうにシステムをこういうふうに使いたいんだと、ビジネスをこういうふうにやりたいんだっていう、それを聞いて非常に簡単にこう設定変更ができるんです。そうすることによって自分の業種に間違いなくトヨタ自動車が使っているセールスフォースと、はい、その本川牧場というところが使っている、はい、そのセールスフォースとは全く中身が違いますよね、はい、でもそれがこう簡単にこう修正変更を加えられるという、それが最大の特徴ですかね。いやしかしその民主主義というのはいいですね、競争は問答にね、一人の会社でもトヨタさんでも一緒にスタートできるって、はい、おっしゃってまさに、だから逆に言うと日本の中小企業にとってもクラウドというのは一つの大きなチャンスなんですね。要はその今までだったら小さいこととか地方にあることがそのデメリットだったと思うんですけれども、はい、それがむしろ全くその対等に、同等のものをやれると、はい、勝負できると、はい、そうするとむしろ地域のメリットもありますからね、はい、安いとか、はい、いろんなこう要素があると思うんですね、はい、そういったところからその競争力を持ってこう全国展開するとか、あるいはグローバルに展開するとか、あり得ると思いますね。その辺が最大の武器と言ってもいいんでしょうか。では3つ目のキーワードは何でしょうか。そうですね、クラウド先進国日本ですかね。日本のもてなしはもともとは全世界で共通するいいものだと思うんですね。そこに日本のもてなしでそういうちゃんと数字管理とか管理してちゃんと利益をきっちり出すっていうものがあればすごい強いかなと思うんですよね。そこを合わせたものをこうなんか世界に発信していきたいなっていうのがオジニアコネクトのビジョンではあるんですけども。日本のイノベーションを世界へ、
宇田の掲げる未来へのキーワード、クラウド先進国日本、その真意に迫る。